おはようございます。3日目、7月、今日は8日ですか、水曜日です。はい、高田サービスエリア、ここは何にも何でもありましたね。こちらに風呂と宿泊施設もありますし、まあ、レストランある、コンビニある、でそしてこちらには王将がありますね。コインランドリーもあったですねまあ何でも揃ってました。はい、今日は今薄日が差してますけど、天気予報はまた昼から雨らしいですね。嫌になりますけど、まあこの時期しゃあないですかね。はい、今日は昨日早場とやめてしまって行こうとしとった青梅八幡あたりを、巡ろうと思ってます。また雨が降ったら挫折ですけどね。はい、じゃあ朝飯、今日は6時に起床しました。今6時10分です。朝飯です。はい、これココソって言うんだろうな、金土、歴史的建造物保存地区ですね。それとこの東近江市が、この商人の近江商人の、出たということで、ここが歴史風土にもなっています。立派な家ですね。近江商人はすごいですからね。全国あちこちにありますからね。大宮が、北海道でも大宮見ましたね。なかなかですね。これがみんな建造物の保存地区になってるんですよね。大宮商人発祥の地です。閉館中ですね。建物なんか、まだ早いもんな。今なんだ、7時半か。これだけのことだと思いますけど、近藤馬場の五輪塔、これか。そうか、近藤っていうのは地名かな。この建物一つの建物いいんじゃなくて、よくわからんですね。今立派な建物ですよね。時計がいいかなって作ったら、本当にこれ一軒一軒がすごい広いですね。あとこの近江商人の家なんでしょうね、これ。住んでんだろうな。山村さん、立派な安土町がありました。さすが野村がですね。何角形だったっけこれ。 1,2,3,4,8 角形か。はあ、7分の1って。そうです、そう、大きさ大きくないのか、ね、7分の1の。杖も置いてありますね。はい、これが大手道と、ここから天守の方に上がっていきます。まあ、聞いたら頂上まで30分ぐらいかかるって言いますから、これはちょっと大変ですね。これだもん、結構幅があってあれだな。しかし、これは秀吉の家がここにあったんか。発祥は秀吉。まあこの頃は結構あれですね、あの毛利の、まあ、大将をやっとったぐらいですから、
もう前立てよりか広々したのか、さっきの前立て下ですね。さあ、坂でしたよ。まあすげえね、こんなんあるんですね、この仏さんか。拝んだ人もいるだね、財政があげたね。あっちこっちになるじゃん。ん？あ、これか。よし。わあ、まだまだ続きますね。ここに本丸跡がありました。本丸っていうのは多分普段住んだとこなんだろうな、信長が。で、この上がきっとまあ天守だろうな。どっち側になるんだろうな、よくわからんけど。こっちかな、天守、その上かな。よし、ああ、天守閣あった。ああ、その上が天守閣ですね。もうほんの火力で30分近くなってるな。25分ぐらいできたか。よいしょ。何もないですね。あ、でもこの石は柱を乗っける石なんだろうな。確か独創じゃなかったっけね、八角形の独創の天守閣だったと思う。なかなかの眺めですね。大見平野って言うんだろうな、きっと。大見平野と琵琶湖。そうだ、信長のこの安土城のシーンに、よう天守閣からこの琵琶湖を眺めてるシーンありましたよね。ああ気持ちよかっただろうな。だからここからもう一度天守閣、この木のより上にあったんだろうな。あれはきっと近江富士かな、きっと。そうだな、そうしとこう。で、向こうに島が見えるな。あれは何なんだったかな、いつも読めんの。竹渕馬っていうのか、面か、これじゃ。そう、検知もう、なんか長寿司の中にも、そうか、お寺炊いたのか。うん。信長は、なんかお寺、あれ嫌いだっていう感じはあるけど、信仰がないっていう感じがあるけど、結構、この、なんだ、仏閣っていうのか、寺院、保護してるんですよね。熱田神宮とかなんか。で、これが、三重の塔か。宗建寺の今の、多分三重の塔なんだろうな。よし、二王門がありましたね。結構古そうですね。お、グッパーしとるやん。観音寺城はから有料になってます。600円です。で、あっから観音寺のお寺に入って、そこからまた行くということで、城址跡はもうパスですね。ここまでにします。重要文化的景観なんていうのもあるんですね。ここは近江八幡の水郷地帯ということで、風景百選になってます。水郷をめぐる船の乗り場か。なかなか感じじゃないですか。
この向こうにあの西の池っていう、西の湖っていうか湖がありますけど、なんていうのかな、これ足っていうのかな、すごいですね、人間の背丈より高いな。UFO 百選にこの辺の道というのがあるんですけど、多分この辺なんだろうと思って来てます。あんまり UFO に適した道じゃないですね。結構車通り多いです。こちらは琵琶湖ですね。釣り目で釣った人もいますね。まあなんてことないか。はい、UFO 百選でした。今日は町通り、新町通りらしいですね。一番綺麗なポイントです。こんなの立派ですね、この松も。ここも先ほど案内あったけど近江商人ですね。でもここはいいですね、静かで閑散としてるし。ゴルベーさん、昔の名前かな、ゴリゴブレーさん。これは何なんだろう。お願い地蔵さん、願い事叶えてくれるのかな。ちょっと参っておくか。わあ、ありがとうございますね。よし、ちょっと何を願おうかな。はい、旅の安全と腰痛と、なんだと血管の病気の改善をお願いしました。頼むね。これは八幡堀と書いてありますね。ここ城があったのかな。城でもないのになんで堀があるんだろうな。ね、ずっとなんか長くありますね。八幡堀沿いに遊歩道が向けてありますね。なかなか感じいいですね。そうか、ここは UFO 百選にもなっとったな、確か。ちゃんと降り遊覧船が走ってくんだ。あっちにロープウェイまであるね。ロープウェイが上がってるな。長原町と書いてありますけど、こちらが長原通りですね。こちらの建造物保存の建物が建っていると、先ほど大木さんが教えてくれました。まあでも先ほどの新町通りの方がもっとあれだ。大笹原神社というところに来ました。
ここの本殿が国宝ということになっています。あんなありますね、ここ大佐田原神社。奥がきっと本殿、ここなんだろうな。あ、なんかさっきあんなやったな、金閣寺と同じなんか作りだとかなんか書いてあったな。あ、なかなかのもんですね。室町時代1400何年に、再建と書いてあったね。内村神社に来ました。ここでも西と東がありますね。こちらが東ですね。東は重要文化財、西は国宝ということになってます。何門っていうんですかね、立派な屋根ですね。無理の像だって、あ、これが西本殿か、なんか格式ありますね。三軒車流れ作りとかなんか今案内に書いてありましたね。1308年船体が見えるな。屋根がかっこいいですよね。せっかくだからこの東本でもちょっと参拝していきましょう。こっちの参道が長いですね。東本殿は小さいですね。1432と書いてあるな。さっき1308と書いてあったから、何にしは、こっちはその後からできたのか。あれはここの本でしょうね。時間ないでバスだな。ここに本瀬の里と書いてありますけど、これが金氷山というところです。これが森林浴の森です。まあ、どこが森林浴のポイントかよくわからんけど、まあ森すごいですよね。長寿寺、国宝の長寿寺です。湖南三山というみたいですね。長寿寺、先ほどの禅水寺か、もう一つ次に行こうとしとる、なんとかっていうのが、
五島三山って最初に行ったですけど、まあここもパスでいいですね。よし、インチキですね。受付3時40分終了で4時閉門になっとるけど、まあはい、閉門しちゃっとるじゃないか。まだ3時10分なの。なんだこれ。まあ、湖南三山の最後だから入ろうかなと思ったのに。まあ、やっとれんですね。しゃあねえな。雨山生活環境保全林我流の森、ここは森林浴の森白線です。この中はもう車は入れんみたいです。歩くしかないですね。別名我流の森となってますね。ここ上の方までずっと違いますね。ここだけなんだよな、地図から見るとこの森林森になってんのは。あとは開けてんですけどね。はい、今何だったっけ、3時半か。はい、今日の百選巡りここで終わりですね。今日はそうだ、天気は雨なのに、雨はまあパラパラ来たけど、ほとんど気になる雨降らんかったですね。よかったです。終わり。はい、今日の風呂は湖国十二房温泉ゆららというところですね。入浴料は600円でした。 T コネクトのエージェントでここから近い、風呂屋と言ったらここが最初に近いところ出てきましたから来ました。ここはなんだ、泉水寺、湖南三山の一つの先ほど行ったところですね。あのすぐ近くでした。17時30分大津サービスエリアに到着です。ここが今日の宿です。今日は10時間半走って約165キロでした。思ったようにちゃ思ったほど雨が降らんかったんです。だからあちこち回れました。今日はたくさん回ったですよ。大宮八幡から立東の方ですね。今22時です。大津サービスエリアの駐車場ですけど、すごいですね、このトラック。こちらは乗車レーンですよね。こちらがトラックレーンです。みんな塞がってますから乗車レーンに出てますけど、今日本のニュースではいろいろ経済問題言ってますけど、こんだけね物流が盛んだったら経済は持ち返してますね。